今泉潤です。広陽次です。夏吉優子です。それでは昨日の続きをどうぞそれよりもっとなんか中身知れた方が俺も楽しいし、そのファンもあ違うこの人見れるとかだった方が俺はお互い楽しいし、ファンも喜ぶんじゃないかなって思うけど、そういうのすげえ拒否するじゃん。声優とかイケメン役者って確かにイメージを守ろうって。下ネタやめてください。確かに何かお酒飲んでるって言ってる時点で、そうだから酒もうイメージも何もないよね。だけど多分酒飲んでるけど俺変わんないから飲んでると思うんですよ。あなるほど。しかも変わらないように飲むっていう方法もしてると思うんですよ、まあ、ある程度はメイクした方がいいよ。あのひとし松本のつまみになる話でしたっけ。あれあなんかあれって演出で、でんってなった時に絵になって、あーフォアってなってますよね。あの顔を作った方がいいと思う。あ酔ってるね。そう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 。なんかあのフォアって、猛獣だから。猛獣。そう。よく言われるのはクリエイターに言われるのは、餌運び人になるか猛獣使いになるか。餌運び人っていうのはフォアがこうしてこうしてっていうのをはい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 って叶える。うん、もう一つは私の技はこうだっつって、これを見なさいって言ってそのファンを調教するっていう。なるほどね。でこの2つに絶対分かれるクリエイターはって言われてて、さああなたはどっちですかっていう。で割とこう餌運び になりやすいよね。ファンデータ取って、そうするとファンはこう望んでます、ヒロイさんこうしてくださいみたいなことってやっぱ言われちゃうし、マーケッターから。だからそうするとこう自分がやりたいことと違うところやんなきゃいけないし、いや俺のやりたいことでも通用するんじゃねえのとかって思いながらも、うん、だから それはいつも悩んでるとこだよね。そうですよね、うん、そのけどまあヒロイさんはちょっとあれかもしれないですけど、僕の場合はそゲームのファンミーティングとかになってくるし、俺もよく発言に気をつけろとか言われるけど、別に俺という人間で売ってるわけじゃないから、うん、俺の人間性なんて関係ないわけだから、うん、なんでお前らに言われないといけねえんだろうっていう、俺はスタンスでいるんですよ。君らが俺を CM とかで信じて使ってくれてお金いただいてたり、あのゲームにやってることだから、それは僕らの対価に対してのあれだから、俺という人間は関係なくないとか思うんですよ。だ かなりでも業界でも強いプロデューサーだから、その下手に出まくってますまあねいろんな人にはね、長いものには巻かれてるんですか。わかる、それも見ててわかるでもやっぱり自分の信念変えないっていうのはすごく強い。